消えたのか隠れたのか。ウォッチモジャジャパンへようこそ。今日は生きていると噂されている絶滅動物のトップ10をカウントダウン。始まる前にチャンネル登録をよろしくお願いします。公式に絶滅が宣言されたにもかかわらず、非公式な目撃情報や噂、まだ生きているかもしれないという説が残る動物を取り上げます。今回はラザロ分類群、いわゆる絶滅宣言された後に生きた標本や種の生存が確認され、公式に絶滅危惧種または危機的絶滅危惧種に変更された動物は含みません。第10位、ヨースコウカワイルカ。水力発電は石油よりもはるかにクリーンなエネルギー源かもしれませんが、マイナス面がないわけではありません。ヨースコウカワイルカは長江特有の淡水イルカ。中国の伝統において重要な存在で、保護の女神と呼ばれ、平和と繁栄の象徴とされ、川そのものを見守る役割を担っていました。By the end of the 20th century, there were possibly only 13 wild dolphins left in the Yangtze. 中国の工業化はヨースコウカワイルカの個体数に深刻な打撃を与えました。三峡ダムの水力発電プロジェクトが一番の原因と考えられています。2006年には絶滅宣言を受けましたが、2007年には2002年以来初の1匹の目撃情報が報告されています。2016年にはアマチュアの保護活動家による別の目撃情報も報告されています。第9位、メキシコハイイログマ。1979年メキシコの森に大きな足跡があり、それはハイイログマと特定されました。しかし1964年に絶滅が宣言されています。この種は歴史的に北米各地に様々な個体群が存在している種でもあります。メキシコハイイログマとカリフォルニアハイイログマは、現存するメインランドハイイログマとコディアックヒグマと並んでほとんど区別がつきません。最後のメキシコハイイログマは1960年に殺されましたが、その地域では大型のヒグマが目撃されています。メキシコハイイログマは生き残っているのでしょうか、それとも他の北米のハイイログマが南下してきたのでしょうか。 Look at that! 第8位、ペンシルベニアピューマ。大型キャット、いいえ、リアルハウスワイブズ・オブ・ DC のキャストの話ではありません。ペンシルベニアピューマ、この北米の大型猫は2011年に公式に絶滅が宣言されました。公式報告によると、最後に目撃されたのはメイン州内で1938年だったそうです。しかし東部の州全域とカナダ東部の州で目撃情報が報告されており、特にニューブランズウィック州ではその情報数が多いそうです。アメリカでは絶滅したと考えられていますが、カナダはそれに同意していません。データ不十分であり、まだ存在するかどうかは確実には宣言していないのです。第7位、旅行バト。あなたが都会に住んでいるなら、ハト、空飛ぶネズミのいない世界を夢見たことがあるでしょう。願い事には気をつけましょうね。旅行バトの数は一時期数十億羽とも言われていましたが、さまざまな要因で絶滅に。大きな原因は狩猟です。最後の旅行バト、マーサは1914年に飼育下で死亡が確認され、正式にこの種の生存に終止符が打たれました。しかし野生で生き残っている説も。セオドア・ルーズベルト大統領自身も野生で1、2羽見たと報告しているほどです。ほとんどの目撃情報はオーザク高原から来ているそう。第6位、ハシジロキツツキ。ハシジロキツツキは1920年代に最初に絶滅したと考えられています。旅行バトのすぐ後。この絶滅の原因は生息地の破壊、狩猟もその一因ではありました。しかし1940年代以降も多数の目撃情報が報告されています。一時期は絶滅種リストから外されました。その後目撃情報が途絶え、再び絶滅の可能性があると判断されました。2002年と2004年にはルイジアナ州のパール川とアーカンソー州のキャッシュ川で目撃されています。この2つの報告は調査に火をつけ、生きた標本を見つけた人にはネイチャーコンサーバンシーから5万ドルの賞金が支払われることになるほど。I'm a lifelong bird watcher. And when I get through this, I am finally going to scout the ivory-billed woodpecker. 第5位、日本狼。日本列島の様々な島に生息していた2つの亜種のうちの1種です。北海道オオカミは北海道とその周辺の島々に生息していましたが、19世紀半ばから後半にかけて家畜の飼育を促進するため計画的に駆除されてしまいました。小型の本州オオカミは生息地の破壊、狩猟、狂犬病などが原因で1905年に絶滅してしまったと考えられています。
この2種の狼の目撃情報は日本でも様々な形で報告されていますが、実際に捕獲に成功したことがないので、どちらかがまだ生き残っているかは分かりません。第4位、ジャワトラ。種が一つの島に限定されている場合、抹殺することははるかに簡単。ジャワ島の人々が稲作を増やすために森林伐採を始めると、ジャワトラは行き場を失ってしまいました。1930年代から70年代の間に森林面積は 23% から 8% 未満に削減。絶滅するまで残ったトラは家畜を襲い続け、脅威として扱われていました。最後のトラが射殺されたのは1971年のことです。しかしその後も目撃情報は報告され、足の指紋や糞便などと一致する証拠は発見しています。 You will succeed because you are as wily as the Javan tiger from where you get your name. 第3位、日本カワウソ。カワウソの動画が好きじゃない人なんているのでしょうか。悲しいかな、日本カワウソのビデオ映像も写真もほとんど残っていません。埋葬された遺骨を除いては、かつて日本カワウソは普通に生息していました。しかし明治時代、北海道オオカミが絶滅したのと同じ時代になると、カワウソの毛皮が珍獣されるようになり始めたのです。The otter was hunted for its fur, causing its numbers to drop drastically. 狩猟規制の後も河川の汚染や生息地の破壊などが原因でその個体数は減少。目撃情報は1930年代から90年代まで散発的にありましたが、2012年についに絶滅が宣言されました。でもその翌年には目撃情報が。As the Environment Ministry, there is a need to work hard to improve the protection of wild animals. 第2位、タスマニアンタイガー、別名フクロオオカミ。Inside its pouch, extinct Tasmanian tigers. 家畜の脅威となったため、タスマニア島で追い詰められたフクロオオカミ。発見された骨やロックアートの描写から、かつてタスマニアンタイガーがオーストラリアやニューギニアに生息していたことが分かっています。しかし、オーストラリアが植民地化される頃にはタスマニア以外では絶滅してしまったようです。飼育下にあった最後のフクロオオカミ、ベンジャミンは1936年に死亡。その後も目撃情報がありましたが、国際的な基準に従い、この種は1982年に公式に絶滅が宣言されました。彼らが本当に野生で生き残れるかどうかは推測するしかありません。一部の科学者は遺伝物質とクローンを使って復活させることができると確信しています。ジュラシックパークのようにね。 Relax, John. It's all part of the miracle of cloning.1位の前にその他の目撃を紹介。 People fight for these? 第1位、メガロドン。 There's a deadly predator in these waters, and I have to find it before it kills again. メガロドンが実際にまだ存在することを示唆するものはほとんどありません。多くの科学者はディスカバリーチャンネルが特集したことに非常に不満を持っているほど。メガロドンは2300万年前に海を支配していた巨大なサメです。数百年前から証拠、兆候、信憑性のある目撃情報はありません。しかしシーラカンスのように比較的最近になって発見されるなど、何が存在し何が存在しないのか分かりません。科学には間違いもあります。今日もメガロドン支持者の多くの団体がこの深海伝説の存在権を守っています。 I believe that we just encountered Megalodon.いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もチェックしてください。チャンネル登録も忘れずに。